I'm now heading to HITC. It's about a 1 hour drive, so let's go! 皆さん、こんにちは。クロムです。今日は、HITC っていうフェスに参加する予定なので、その様子をお送りできたらなと思います。でこのフェスは土日2日間でLA で行ってます。なのでこれから、まあ、会場までね、会場というか、まあ、会場の近く の駐車場まで行くんだけど、その駐車場まで行く道のり今からね1時間ぐらい、結構ねトラフィッキーなんですよ。渋滞がすごくて、で今週末 LA ですごいいろんなイベントがもう一気に開催されてるから、結構渋滞に巻き込まれるんじゃないかなと思って、余裕を持って行きたいと思います。今ね現在12時半かな。で私が見たいアーティストさんが多分4時半頃なので、そこまでに間に合えればいいかなと思います。では頑張って運転していきたいと思います。あ、ちなみに今日のメイクですね、オレンジ系にしました。どうでしょう、リップがめっちゃ取れてる。ちょっとねご飯食べたからめっちゃ取れてるけど、はい、こんな感じです。はい、ちょうど着きました。もう予約ね、パーキングもできて、これからねこのパーキングのところから、シャトルが会場まで出てるので、そこに行きたいと思います。1時間かかった。1時間かかりましたね。はい、では行きます。めちゃくちゃ広い。XG のブースが見えたので、ちょっと行ってみたいと思います。やばい、めちゃくちゃ暑いです。なんと、ブースに行って、これゲットしました。でも30分並んだ。何なのか分からずに入ったんだけど、なんかゲットしました。XG のバケットハット売り切れだって。明日あるかな、明日また在庫入るかな、わかんないんだよね。どうしよう、 XG のバケットハットちょっと高いなと思ったけど、やっぱ欲しいなと思って、まあちょっと明日リベンジしてみます。はい、リナさんの後はね Z 見に行く予定です。今日はねちょっとチル。 DPR さんがのイエンさんがパフォーマンスするみたいなので、ちょっと覗こうかなと思ってます。2日目です。もうね全然昨日撮ってない。昨日メインで、見たアーティストはリナ沢山さんで、その後多分ねちょっと撮ったと思うんだけど、そっから撮ってないね。その後は、DPR さん見て、Z さん見て帰りました。もう8時半ぐらいには会場出てたかな。まあ、イベント時代は10時過ぎ、まあ、11時近くまでやってたと思うんだけど、疲れちゃって。
疲れちゃって疲れちゃって、8時半過ぎには退散しました。で、その後、まあ夜ご飯食べて、ちょっとね、今日日曜日なんだけど、朝にアウトレット行きたいなと思って、もうせっかく LA に来たから、ちょっと有名なアウトレット行きたいなと思って、結構まあ1時間ぐらいかけてアウトレット近くのところに泊まって、今、アウトレットのところですね。あと30分後ぐらいにオープンする感じです。はい。まあ、今日の予定は、ちょっとショッピングして、で、会場に向かいたいと思います。もうね、洋服も今日着てるのよ、中に。まあ、ただ、ちょっとね、お買い物、アウトレットのお買い物には派手な格好だから、その上に、1枚着てます。まあでもね、昨日もすごかったなぁ。リナさんのステージとかめっちゃリナ様って感じ。わ かるかな？めっちゃくちゃかっこよくて。Z もすごい楽しかった。結構前の方、今回 VIP のチケットを買わせていただいたんだけども、ステージがあって、その真ん前が、まあ、GA の、一般チケットの人が入れるっていうか、並べるっていうか、見れるところで、そのちょこっと左側に、クラブ用、一番高いチケット買った人たちとか、アーティストのゲストさんとかが入れるエリアがすごいちっちゃいところだけど、一番真ん前にあって、そのすぐ後ろが VIP なんですよ。で、VIP のところってあんまり並んでなくて、すごい、猛烈なファンとかだと、一番前、もう入場したら、一番前にこう、テリトリーじゃないけど、貼って、もう大好きなアーティストさんをめっちゃ間近で見たいっていう人がいっぱいいるから、結構、GA だと、前に行くのが大変なんだけど、VIP ではね、まあ、真ん前とまではいかない。もちろん、クラブサーフなんとか の人たちが前のエリアにいるから。だけど VIP エリアの中で一番真ん前まで、結構簡単に並ばず、そのアーティストアーティスト間に30分ぐらいの休憩があるんだけど、その休憩でみんなバーって帰っちゃうから、その間にこう好きなアーティストのところパーって前に行って並んで見れた。のがすごい良かったかな。で、真ん前の、クラブ席の人たちがパンパンに入ってるわけじゃないから、全然ね、ステージがね、綺麗に見えるんですよ。もう目の前、人じゃないから、結構良かった。まあ、ただ多分、大鳥、私が多分帰った後、その8時以降の大鳥屋と2組いたんだけど、その時は多分ね、ずっと立ってないと、厳しかったんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、何時ぐらいまでなら、多分、6時前ぐらいとかまではもう全然余裕で、VIP の最前列には立てれたかな。めっちゃ楽しかったけど、めっちゃ疲れた。まあ、今日は、ね、この後ショッピングして、で、今日は、パープルです。パープル、ちょっと青っぽいんだけど、これね、パープルなんだよね。パープルで、紫でいきたいと思います。はい、ショッピング終わったらメイクもね、して、準備して、で、だいたい1時間くらいかけて、会場の方に。まあ、多分、渋滞があるから、1時間半か2時間かな。つら。い、では、また後で。ちょっとね、AC の音がうるさいかもしれないんだけど、駐車場着きました。ふう、1時間半かな。疲れたー。結局はね、何も、ほぼ何も買わなかったです。でも着いてから我に返った。あ、私お金持ってなかったんだっていう。 なんかね、試着はね、2、3回ぐらいしたんだけど、手出せなかったね。悲しいことに。悲しいのかな。ちょっとね、化粧を
をしたいので化粧しながら話していきたいと思います。あいつえもうね、今日もとても太陽がギンギンギンギラギンなのでね、日焼け止めしっかり塗らないとで、あやばいやばいやばい、そうね、化粧 get ready with me みたいなします。もうね、朝に着替えてはいたのでそれはなんとなく良かったかなっていう感じですね。はい、化粧ポーチも車の中でちゃちゃっとします。よいしょよいしょ、座席後ろにこれでスペース確保、よし。今日のテーマはパープル、まあ、今朝も言ったけどパープルなのでパープルいけます。 まず下地、はい、あっ鏡、車の鏡、しかもね、あの車の鏡ライトついてるんです。まあ、わかる、このテカリ、下地と下地をしっかりつけまーす。今日はね、私の本命 XG が出ます。今2時、いや1時半か、今1時半で2時後半ぐらいに新しい学校さんが出演するんですけど、できたらちょっと見たいなっていう、ちょっと間に合うかね、今ちょっと曖昧なんだよね。こっから化粧多分30分ぐらいかかって、で、シャトルがまた多分ね30分ぐらいかかるんだよね。そう、それだからまあギリ間に合うか間に合わないかで、中入ったら入ったで、昨日 XG のブースとかがあったんだけど、結局今日でいいかなと思ってやってないことがあったんで、そこをちょっと回りたいなって。ちょっとバカだよね、なんか多分今日だって在庫なかったらさ、多分今日ないよねっていうことに気づいて、あやべえっていう、なんか XG のバケットハット、多分昨日も話したかもしれないけど、バケットハットがあって、昨日の分は、昨日はもう売り切れてたのよ。で多分今日また在庫入ってるんだけど、さっきチャットでなんか誰かが箱買いしたんだって。やばない？いや、なんか業者さんとかのさ、見間違えたらそれでいいんだけど、でも誰かが目撃したらしい箱買いを。それいいの？てか制限しなくていいの？一人何個までとかね、めっちゃ欲しい人とかさ絶対売るからさ、私みたいに。まあ早く行けよって話なんだけどね。もう本当に早い人はめっちゃ朝早いからさ、私はショッピングに行ってましたって言っても何も買えてないっていう、悲しい。いやー本当にな、なんか3、5万ぐらいまではいいかなと思って、3、5万ぐらいの洋服をね買おうとしたんだけど、うん、なんかちょっとお高級のところに行っちゃったからかな、全部なんか800ドルとか1000ドルとか、うん、で安めのお店とかにも行ったんだけど、いやこれなら別に今買わなくてもいいかなみたいなやつばっかりだったんでねーって感じです。アウトレットの大本命は本当はボッテガでバッグとアレキサンダー・マックイーンでなんかドレス買えたらいいなって思ってたんだけど、完全に買えないっていう。あやばい、下地、あ今さっきねファンデーションしたね、で今目の下地忘れた、これないと崩れる、ちょんちょん
時間との勝負、頑張れ私。あ、でもね、ちょっとデータ取っちゃうよね、これ化粧しながらだと。大丈夫かな、データ。XG という遊びにデータ使いたいんだけど。データじゃない、容量容量。多分間に合わ、どうなんだ。多分ないかもしれない。2ギガぐらいしかね、まあ容量残ってないのよ、携帯。ピンク。ピンクじゃないや、紫。ちょっとね、イヤリングはね、海にした。熱っ。ブラシブラシブラシ。ブラシで色を取って、あ、こういうパレット持ってきてます。ね、これでいつどんな色を入れようともいけるっしょっていうことで。ちょっとね、目はね、XG っぽい。XG のギャールギャングの PV にもあったようなメイクっていうか、目の周りをちょっとやってみたいと思ってる。もう一発でやるのでちょっといけるかっていう感じなんだけど、目こんな感じ。トリマはい、ブレンドしていきたいと思います。ブランディング、ブランディング。やばいね、時間ないっていう。遅くて2時に出たい、あと15分。残り15分。そしたら、これマットなのでキラキラがないので、ピンクにはなるけど、ピンクのキラキラ。うわ、やべ、これどうしよう、やばい、溢れてる、溢れちゃってるよ、大丈夫？めっちゃキラキラにはなったけどさ、これめっちゃ粉落ちするね、超キラキラ。ハイライト代わりにしちゃおうかな。見えるかな、わかんねえ。でもめっちゃ粉落ちして目の下がキラキラ、全部キラキラってことで、アイメイクとりあえずシャドウ完成ってことで、コンシーラーいきます。ちょん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 。時間大丈夫か私。まあ、ちょっとね、バケットハットかぶるんで眉毛とかは適当でいいかなっていう。はい、で眉毛をちょっと適当にやらせていただきます。じゃじゃん。とりあえずチークと、シャドウをパパッと軽くね、そんなにどうせ落ちるから、どうせ落ちるなら入れるなって話だけど、はい、パッ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 。ちょっとね、上に、昨日はここに入れたけど上に入れます。今日は引き上げ引き上げ引き上げ、ういー、はい、わかる。ちょっと入ってる、ちゃんと入ってるよ、ちゃんと入ってるよ。はい、影も軽く作りましょう。ちょ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 ちはい、ハイライターも入れようね。ハイライトは、でもさっき目のところに入れたからちょっと鼻、まあ、いいや、目の下、涙袋、鼻筋。はい、オッケーオッケー。次リップに行くので、
整えます。うん、で目やります。ちょっとここは慎重に。ちょっとねもう声出ないから一回ストップします。 OK できました。ちょっとね見えづらい、反射しないとあんまり見えないけど、目の周りにカカカカカって描きました。カカカカって。で唇もパープルにします。やばい、結構唇乾いとる。あ、隣に車来た。変な人だと思われないかな。パープルできました。メイクできた。お、あと8分。 OK、 8分だからちょっとねバッグの整理とかして、出ていきたいと思います。じゃあまた後で。はい、今中入ってねもうご飯食べたんだけども、ちょっとねレコーディングができない理由があって、あまりもう XG が出るまでそんなレコーディングしません。なぜかというとバッテリー充電少ないからです。はい、さっき新しい学校が、パフォーマンスしました。入ってきた瞬間、あ、日本語聞こえるって思って。ではもうね移動して、なんかどこまで話したかも全然覚えてないや。まあ一旦これで HITCLA 終わります。はい。今はねもう会場から結構離れて夜ご飯をテイクアウトしてて、それを待っているところですね。またもうずっと多分ねこの画面、この車からとお送りする画面が多い。いろいろあったんですよ本当に。特に今日のメインステージは XG と夜遊び見れたら最高だなと思って、で着いたら多分ね上がってると思うけど、着いたらなんか3時頃だったかなって思ってた新しい学校が、もう2時頃でもう着いた瞬間聞こえてきて日本語が、でやべえやべえやべえって思って、お昼ご飯まだだったんでパパパパーっとお昼ご飯適当なやつ買って、座って聞きながら食べてました。で食べて水分補給して、でガーって VIP セクションの一番前に行けるように頑張ったんですよ。でそこからどれぐらいだろう、3時半かな、3時半より前かもしれないけど、そこからもうずっと柵の前でキャンプアウトしてました。まあ一番、前には座れなくて3、4列目ぐらいだったかな。うん、めっちゃ暑い中、アーティスト2組見て、3組目が XG で4組目が YOASOBI でした。もうね本当にやばかった、本当にやばかった。 XG パフォーマンスめちゃくちゃ綺麗。ただねちょっとね今日マイクの調子がちょっと悪かったのかな、オーディオの問題でちょっと
ね、あのお話しするときに音割れしちゃったりとかしてたんだけど、パフォーマンス力がマッチやばい。しかもみんな X 字待ちだったね。あのキャンプアウトしてる私の周りは X 字という遊び待ちでした。もう本当に X 字来た時に周りもパンパンみたいな。その前はもうちょっとね、あの外に出たり行き来したりとかしてる人もいたんだけど、 X 字始まる前からもうすごい人で、出てくる前にもう X 字ちゃんとみたいな、XG みたいな、興奮がやばかったです。もうね、あっという間でしたね。やっぱ35分かな、35分で曲5曲歌って、間に お話挟んだり、多分ね一回マイクの直しが多分ね入ったと思うんだよね。なんか衣装チェンジだったかなと思ったんだけど、多分変わってなかった気がするんだよね。うん、でビデオが、あのプロモーションビデオみたいなのが流れてました。はあ、めっちゃ良かった。でデュエットとかがなくって、今回全部あの5曲シングルズ5曲、全部歌ってましたね。マスカラ、レフトライト、レフマスカラ、レフライト、シューティングスター、グローガンと最新の曲TGIF めっちゃいい曲、めっちゃ良かった。で、そう、もうほんとあっという間すぎて、え、もう終わるのみたいな、え、早、周りみんな同じ反応で、その後が YOASOBI、 初めて YOASOBI 生で見ました。最高だね。めっちゃパフォーマンス、パフォーマンスしか言ってないけど、パフォーマンスがやばかった。もう会場みんな盛り上がってた、本当に。ちょっとね、あの面白いことは昨日あって、今日YOASOBIの演出だったんだけど、昨日多分ね、YOASOBIさんがね、あの下見してたのか、あの VIP セクションの後ろの方にいたんですよ。なんかカメラマンさんとかもいて、多分なんか動画撮ってたんだろうけど、まあ、ちょっとね、あの写真が NG だったので、そんなにあのガツガツ行けなかったってか、まあ行かなくていいと思うんだけど、行けなくってガツガツ、握手ぐらいしとけばよかったなってちょっと後悔いやー、もう本当に素敵な日でした。いやね、もうね、今夜 LA 行って、明日にはあの家に帰ります。では、もうね、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。